マンデーナイトふっとりこんばんは、ふっとりこです。こんばんは。ふっとりこは毎週月曜と金曜の22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けします。はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポをみんなで楽しめる番組を目指しています。はい、番組放送の翌日以降には Spotify、Apple Podcast などのポッドキャストサービスやYouTube でのアーカイブ配信も行っていますのでこちらでもお楽しみください。現在、アーカイブをお聞きいただいている方はポッドキャストのフォロー、YouTube のチャンネル登録、いいねもぜひお願いします。お願いします。はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あきらくんお願いします。ハゼの福ママ、木の向こう馬、力こそパワー、ササレのサポーター、あきらです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はいはい、パンダさんお願いします。 J リーグアボス申し込み忘れた、トリコパンダです。よろしくお願いします。あれってもうとっくに締め切っとるんですか。昨日。あら、タイムリーな話題。あらら、第一弾が昨日ですね。はい、以上の3名でお送りします。はい、いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。 X でつぶやいてください。はい、話しているトピックについてどうでもいいね。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはふっとりこ FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にふっとりこやってるよと教えてあげてください。アプリの下のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたりお友達に教えてあげたりすることができますのでもしよろしければお願いします。はい、はい、最後にふっとりこのハウスのご紹介です。コミュニティのようなものです。ハウスのメンバーになっていただくとふっとりこについての通知が行くようになりますのでぜひお願いします。メンバーになるやり方はアプリの一番上のふっとりこの文字をタップすると、ハウスのページになります。はい、ここでジョインふっとりこというボタンが表示される方はまだメンバーになられていないのでボタンを押してメンバーになってくれると嬉しいです。はい、はい、ちなみに現在のメンバー数は上に出てるんでしたね、698名です。おー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、見えてきましたね。そうですね、700名ね。はい、今日は試合が2個もありますね。1個紹介したから2個あるんですもんね。そうです、前回。はい、はい、ということでトピックに行きたいかと思います。はい、はい、1つ目、10月25日水曜日、FC チャンピオンズリーグ2023-24グループステージ第3節カヤ FC いろいろ戦は3対0での勝利となりました。わー、はい、はい、得点者、前半35分水沼浩太、後半27分杉本健佑、後半50分アンデルソン・ロペスという、得点で、まあ、見事勝利しました。はい、早速ですが、感想を伺いたいと思います。あきらくんお願いします。いやー面白かったですね。スクランブルっていうのはね、前々から言ってましたけど、いざこう蓋を開けてみると、まあ海外 FC の方もねだいぶ割り切ってきていてね、あんなに横に広いブロックを久しぶりに見たなと。それに あんなに前にプレスがかからないのもなかなか珍しい、まあ、この中でね、すごい3バックになりましたね、最終的にね。長戸が怪我をするっていうやばすぎるアクシデントが起こり、まあ、なんかそれでねめちゃくちゃ攻めあぐねたっていうか、カヤの守りがマジで硬くて、あの中コースどう抜けてけっちゅうねみたいな。でじゃあ放り込めばいいかっていうとね、背の高いのが健佑しかいなかったんで、健佑さん抑えちゃえばなんとかなるでしょう的な感じの対応されてしまい、じゃあこじ開けていこうなんていうと、こう 4,5 人でプレスをかけてくるっていうね、とんでもないものを見ましたね。そんなとんでもない相手になんか 3-0 で勝ってしまったっていうわけのわからない展開になりまして、いや
サッカーって分かんないもんですね、本当にね。はい、これがまあ、後々、福岡にもつながっていくんですけどね。はい、まあ、勝ててよかったっていうのは何よりと。これで、グループも勝ち点6が3つですか並んで。いや、ちょっとこう、分からなくなってきましたね、またね。これ、グループ1位も全然狙える位置に戻ってきたと思うので。来週ですよね、まさにね。グループリーグ第4節。そこに向けてね、期待していける、まあ、そんな内容になったんじゃないかなと思います。はい、そんなところですかね。以上です。はい、ありがとうございます。パンダさん、はい、お願いします。なんかもう1週間経つとちょっと覚えてないんで、あんまり1週間経ってないけどね、ほぼ1週間でね、まあね、そうなんですよ、ほぼ1週間だよね、はいはい、うん、ほぼだから、まあ間にさ、もう1試合挟まってくるとさ、そうそうそう、1個前の試合なんだっけなってなるよまあ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 、まあ、でもね、ここに来て金融が活躍できたっていう、すごい良かったじゃないですか、もうそれだけでっていう感じの試合だったけど、本当に活躍するんだねっていう、いや、なんか、うん、その今のさ、こうサッカーのスタイルとかいろいろ、まあどのクラブもあると思いますけど、うん、やっぱり基礎能力がさ、皆さん高いじゃないですか、マリノスにいる人たちはね、うんうん、それをまあこう使えるか使えないかとかはいろいろあると思うんだけど、うんうん、でも、もうとっさに出るあれやっぱ待ってたじゃないですか、うん、ケンユーはそれを待ってたよねっていう感じのゴールを一本見れたので、それはすごい、なんか明るくなったよね、すごい日産がね、全体的に、まあ、予告だけどこの日は、なんかその前のさ、勝くんが痛めた時にさ、すごい暗くなったじゃん一瞬スンってなんかズンってしちゃって、それで、まあ、コータが入れて VR があったりとかもしながら、で、まあ、ロペスがここのとこ毎試合のようにほぼこう決められてるのもすごいいいよね、やっぱり。ちょっとこう一時期こう得点者の中にロペスの名前が並ばない時期があったけど、なんかここに来て、あともう試合数も残ってないけど、やっぱり得点王も狙っていきたいしってなると、まあ、毎試合コンスタントにやっぱ点取ってほしいから、まあ、その J ではないにしろ、まあ、こうやって、ね、1点でも重ねられてることはすごいなって思いますね。あとはもう何ですか、もうみんな頑張りましたって感じじゃないですかそれに尽きるな。もうなんか、うん、何ですか、後ろのちびこさんにはみたいな感じの無理くり頑張らされて、まあ、まあ、もうほぼ後半3点取れたから、もうほぼプラン通りに終わらせられたらと思いますけどね。ここに来てさ、だって知らないとこでの負傷がまた何個か発覚したりとかしてさ、そうだよね、そんなにいないんかいってなったじゃないですか。うんうんうん、でも、みんな何とかすれば何とかなるんだよ。本当、やればできるだよ。はい、まあでも、確かに。ね、本当この日はもうセンターバック早く帰ってきてくれとしか言いようがなかったですけど、はい、とりあえずよかったんじゃないですか。ちょっと、水どもになっちゃったのはあんまりちょっとプラスではないかなと思ってますけど、個人的には。そうね、うん。まあでも ACL ってそんな感じじゃん、いつも最近だいたいそんな感じだからさ、まあちょっと得失点差も取れたし 3-0 で、今回はね、まあ、すごい良かったと思います。アウェー勝ちたいですね、どっちも、うん、はい、じゃあ以上で、はい、ありがとうございます。はい、僕の感想は、いや、まあ頑張りました。まあ、最後のやっぱり3センターバックプラスアンカーのあの4人のすごいよね。まあみんなね、下部組織出身で、はい、マリノスを今担っている人とこれから担う人たちが結集して、まあ最初ラインも組んだわけですよね。すごいですよね。まあちょっとね、話あったけど、まあ、村上由紀君も怪我をしていたということで、うん、まあ、右サイドバックの選択肢もね、まあ、なかなか難しかったっていう状況のようでしたね。うん、はい。まあ、松原さんはここ数試合の好調をキープして縦横無尽に走り回っておりますし、長戸君の怪我はね、本当にね、ちょっと状態もわからんけど、まあ、歩いては帰ってたよねって感じでしたよね。そうですね。はい、まあ、帰ってたというか、まあ、ベンチに戻った後はね、歩けてはいたけどという感じではありますよね。
うん、はい。まあ、僕もそんなに覚えてない、1点目かな、1点目が、ね、VR な、オフサイド判定で VR になって、で、VR オンリーレビューですよね、あの、はい、上の方で、映像だけ見て、事実だけ確認して、オフサイドじゃなかったでゴールっていう、結構初めてじゃない？多分うちでは、ね、と思います。あの地味ゴールなかったと思う、はい、そうね、あれ、喜べんよね。ラッキーラッキー、セーフ、オフサイドディレイってやつありがとうくらいな感じですよね。うん、で、まあ、逆もあったわけで、まあ、ちょっとね、そういう、まあ、面白判定もありましたかね。あとは、ね、その最後のね、その3センターバックになった段階でも、まあ、カヤ FC 自体の戦い方はそんなに変わってなかったのかなっていう気がして、まあ、そういう、うん、まあ、マリノスの、まあ、力というものを考えてっていうことだったのかちょっとわかんないですけど、なんだろう、増田直樹じゃないけど来いよみたいな感じちょっと気がしましたけど、あれでもあれを90分やるの辛いっすよ。そうだよね、前に出る力っていうのもあるよね。ひたすら横スライドをしまくる90分って、はい、しかも自分たちでボール握れないんですよ、うんうん、相手に動かされ続ける90分って想像しただけでも辛いっすよね。なんか守備の合宿してるみたいな感じなのかな、本当に。はい、そんな感じ。はい、それで状況ですね、はい、この試合、カヤ FC にマリノスは勝ちましたが、一方サントー対インチョンではサントーが勝ちました。インチョンのホームだよね。で、はい、見事勝ちまして、サントー、インチョン、マリノスは勝ち点で並んで1位と、あ、違うな、勝ち点で並んで3位、勝ち点で並びました。勝ち点で並びました。で、その対象チームとの、対戦試合成績によって、3位という形になってますと、はい、1位がサントーで、2位がインチョンで、3位がマリノスですと、はい、対象が1チームだけだったらね、その2チーム間の、ね、結果だけだけど、3チームだから、3チームというか2チーム、相手が2チームだから、わけわかんないですね、はい、難しかった、はい、ということです、はい、直対の次に、得失点差が来るんですかね、うんうん、で、この並びと、そうね、そうね、だから本当に水どもえって感じですね、ACL 特有のレギュレーション、ちょっとよくわからない、あれね、そう、はい。という状況です、はい。で、トーナメント進出をおさらいすると、各グループ1位プラス、全グループの2位を、同じところに突っ込んで一番成績がいいやつ、はい、はい、いや1番と2番ですね、成績のいいところが、抜けるという状況になるという形ですね、はい。まあ、そういう意味でも、まあ、ちょっとあまり混戦になってしまうとその2位の成績が落ちてきたりしちゃうので、なかなか難しかったりするところもありますよね。まあ、伺うその試合の、まあ試合の結果を伺いながら、まあ、試合をするっていう、まあ、牽制みたいな形にもなりかねないので、まあ、ちょっとなかなか難しいですけど、まあ、とにかく、まあ、一旦1位にまた勝ち点では並んだので残り3試合、はい、アウェーが2試合とホーム1試合にはなりますが、はい、向かっていう形になりますと、うん、はい、はい、ACL はそんな感じですか、はい、次節は来週の、火曜日、はい、はい、アウェーでのカヤ FC 戦ですね、はい、はい、明君頑張ってきてください、やってきます、はい、まあ、ちょっとその辺の話は、来週の月曜日に、はい、しようかなと思ってます、キンキン、はい、はい、直前だね。はい、ということで ACL の試合でした。はい、で、はい、ACL の試合と福岡戦の間で発表があったのが、上条匠選手の負傷についてです。はい、須田君と同じ試合ですね。はい、ルヴァンの、浦和戦で負傷した、上条匠選手が右顔面骨骨折と診断されました、ということで、まあ、手術もされたということですね。10月25日水曜日に手術を行ったということです。
はい、服に関しては経過を得て判断ということになりますね。はい、これ発表までにラグがあったというか、うん、受賞日から日が経ってこのリリース出たじゃないですか、うん、保存療法でいくのか何なのかみたいなのを多分考えてたんじゃないかなと思うんですよね、うん、でも最終的には写真もねどこかで公開されてましたけど、右目の下のとこがもうがっつり内出血しててみたいなあったじゃないですか。あれでこう目の影響のことを考えたのかなっていうのと、まあ、本当にもうオペしなきゃいけなかった状態なんでしょうねっていうので、ここまでずれたのかななんて想像してましたけどね。そうですね、はい、なのでまあちょっと今シーズンっていうところはまあ何とも言えない状況なんだとは思いますが、はい、一応ここでまたセンターバックに言い出し者が出てしまったと、はい、同じ試合で2人顔怪我するってある？いや見たことないっすよ、まあね、しかもデカめのね、はい、2人とも総合格闘技の後みたいになっちゃってね。確かにでも折れないよ顔は。そう、ね、なかなかね、うん、はい、これ具体的にはでもその相手の受賞って感じだったんだっけ、これ何の時だったっけ ねヘディングした勢いのままじゃなかったかな、だったかな、なんか当たったのは覚えてんだけど、具体的なところを全然覚えてないで、相手の側頭部かなんかじゃないですか。ああなるほど、ああそう痛い、いや本当その痛みに耐えてね前半ね、うん、絶対記憶ないと思うよ、ね、はい、痛いどころの騒ぎじゃないよ多分。いやね、これもまたいつ戻ってくるか分かんない系ですよ。まああれですよね、マスクマンが爆弾する可能性もありますしね、そんな状況によりですね、はい、そうですね、まあ ACL がまだ長いですからね、そのタイミングとかでも戻ってこれたら嬉しいし、はい、うん、って感じですかね。このタイミングでこうも怪我人が多いとさ、うん、強化部大変だよ、ね、いやそうなんですよね、来季編成ね、そうどうするか考えちゃうよ ね、今年のね頭もね、その、うん、何人か長期離脱が行ったり、前半で長期離脱が出ちゃった選手が、特にその有力選手に長期離脱出た時の編成ってね、うん、緊急補強は必要だけども、そうそうそう、帰ってきてなんかお手余しもなんかね、かわいそうだしっていうのとかすごい大変なんだろうなと思って今、うんうんうん、頭抱えたんですよ、はいはい、っていう状況ですね。この状況の中、うん、まあ、一方では報道では、まあ、サネト選手とメイド選手の見込みの話が出てきて、はいはい、中でのアビスパ福岡戦になります。はい、はい、10月28日土曜日、2023明治安田生命 J1 リーグ第31節アビスパ福岡戦、0対4での大勝利でございました。キャーキャー大勝利、うわーパワー、はいこのテンション難しくなってきたね、なんか、はい、0対4での、はい、大勝利ですね。はい、得点者、前半19分アンデルソン・ロペス、前半25分アンデルソン・ロペス、後半3分上中朝日、後半54分宮市亮ということです。はい、ではではコメントをお聞きしたいと思います。明らくんお願いします。パワーなんですけど、うん、センターバックがいるってこんなに安心感あるんですね。いや本当にいや本当に安心した。あ、センターバック2人もいるって思ったよね。いやー大事ですねセンターバックってね、改めてね、ポジション関係ないって言いつつもさ、センターバックはやっぱり必要だよ。いやそりゃそうよ、ウェリントン出てきた時あの3人じゃ無理でしょ、ね、思いましたけどね。そう本当に、いやもう本当に戻ってきてくれてよかったっていうのが一つと、ね、アビスパってここ数年特にアウェーはあんまりいい思い出がなかったんで、どうなるかななんてちょっとこう不安混じりでね、試合の近づいてくるの待ってたんですけど、まあ、いざ開けてみたらね、なんかよくわかんないロペスのゴールで先制しみたいなあれやばすぎでしょ。
まずエーベルがね、ライン際で残したところからですけど、あの1点目あれだよね、ブラジルトリオのポンポンポンだよね。そうそうそう、エドゥから来たんでしたっけ。エドゥからですね。エドゥです。でエーベルがギギ残して、うん、折り返したクロスをダイレクトで決めるとわけわかんないけど、残りみたいな、なんですかあれはみたいな。したもうなんかね、そこから、まあ、やいのやいのでいつの間にか 4-0 ですか。いやーね、まああのファミスパもうまくいかなかったんだろうなっていうのは感じるんですけど、うん、感じるんですけどね、いやでもなんか本当にリーグ戦もここからは1試合1試合勝つことしか考えられないって言ってましたけど、うん、もうなんかそれをまた体現するような1試合でしたね。最終的に快勝だなんて書かれてましたけど、いやそんな内容じゃなかったよねっていうのが正直なところ。勝ってよかったな以外の言葉がないですね。でここでまあ連戦も終わって1週間ちょいですか、お休み挟んで、まあ、そこまでにねどれだけの人が帰ってくるのかなっていうところ、走ってる絵は少なくともドラゴン小池さん映ってるんでどうなるかななんてね思いますけど、ね、久保達彦みたいに言わないでもらって、ね、ちょっとドラゴンちょっとびっくりしちゃった小池っていうと2人いるんで、それはそう、ね、で龍太も雄太も似てるんで、そうなんですよ、えっとついてなるんだよね。そう、負けるならドラゴン小池でしょみたいな、うん、なっちゃうんでね、はい、あそこ本当にねこの1週間半でどうなるか、どこまで戻ってこれるかですよね。それがここから先を、まあ、ある程度占うことになるんじゃないかなと思ってます。はい、あてよかった、以上です。はい、ありがとうございます。はい、パンダさんお願いします。今回その前半だけで得点が終わらなかったのがまず良かった、うん、前半に後半にだよね、はい、なんか前半2点取ったはいいものの後半取れずにそのままなんとか勝つみたいなの最近良かったから、で後半も一応入れられて、まあ、BIH の4点目は面白いゴールみたいになっちゃいましたけど結果的におい出すんかいそこでみたいな、あの時のさロペスと沼とあのゴール前にいたみんなのあの慌てっぷりがすごいすごかった。でもそれでも絶対これ入れなきゃっていうあの3人の背中がすごいなんか良かったですよね。ほんと入ってよかった。あれ入ってなかったら宮市また帰れないところだったと思うね、はい、いやあと朝日がやっぱリーグ戦で点決められてそれもすごく良かったし、ね、何しろね朝日ご家族皆さんいらっしゃってたんです ね、 ねみたいなね、朝日講演会と見せかけて親戚の一同がね来てたっていうことなんで、そこで決められてよかったよね本当ね。あとなうんなんていうんですかね、あともう怪我人が出なくてよかった、うん、確かにそれは博多の森って無傷で帰ってこれて勝ち点3と無失点ってすごい、もう上出来よ、もう上出来完璧ですよね。まあさぞね福岡遠征組楽しかっただろうなと思いますよ。それねえ本当に、はい、まあ、ちょっと成さんに聞きたいですね現地組なんで。ここはどうぞ。はい、え楽しかった話いやどっちも試合があのなんか後で皆さんの感想とかライターさんのお話とかあとはゴール期待値の話とかですか見ると結構あの難しい試合だったよね、いやあのだったよね、紙一重だったよねみたいなことをおっしゃっているのも結構見た気がするんですけど、うん、現地的に言ったら僕は全然そんなことは感じなくて、うん、わかる、いや足は足を、いや足は足をって感じでしたね、うん、入る入るっていう、あのなんだろうな、いやまあ展開が綺麗すぎたのはありますけど久しぶりにね、あのまあエドゥのパスね綺麗でしたね、あの落ちるところがねすごく分かって、そこからエウベルがさらってダイレクトでロペスが打つっていう最短距離ま、ね、あんまりそうね久しぶりだよねあの形もね、あの、はい、名古屋でイッチがエウベルにスポンって当てた時ぐらいの気持ちよさだったよね、はいはいはい、あれね、そうだね、あれも現地でしたね、うん、懐かしい、はい、そうね、で2点目も2点目はさ朝日が絡んでいるのがまたね嬉しかったですね、うんうんうん、綺麗に絡んで、うん、はい、点を取ってっていうのがあって、で3点目の後半3分の朝日のゴールね、あれは本当綺麗でしたね、あの目の前 で、 いいで、ね、そう目の前で朝日がその、ね、ディフェンダー出し抜いてあの、うん、スルッとね、
いるよっていう実はいたよって入るのが見えて、アーサヒは絶対シュート外さないなと思って入れてくれましたね、うん、いや綺麗だった。この時間帯にマリノス点ってあんま入らないと思うんですよね。 逆だね、うん、いや本当ジャグアル大事って言ってね。そう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 、だからうわこの時間帯に点取れるんだと思って、これは絶対勝つみたいなまあそこでもちょっとタイヤリ出そうだと思う、うん、大変でしたね、内容は置いといてそう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 、はい、そんな感じでしたね。現地で感じたのは、僕はまあゴーラーがやっぱね、すごかった、まあ、人も多かったし、いっぱいいたし、旗もねいっぱい持ってきてたみたいで、それもすごかったですけど、うん、まあ、まあメインにいた人視点のひいき目かもしれないですけど、僕は結構ここまでそのゴールだとメインとかゴールだとバックスタンドが一体感あったのは結構初めてだった感じがしますね。すごく、一体感があったし、まあ、手拍子拍手立ち上がったり、前のめったりっていうそのリアクションとか、リアクションだってアクションだったり自分たちからの、うん、っていう部分もすごく今回メインサンド、まあ、特にまあね、レギュレーションというかそのスタジアムのチケット的にも、まあ、メインに、ゴールの次にメインに人が集まるっていう状況だったと思うので、だと思うんですけど、すごく一体感を感じましたね、はい、いやすごく前向きで勝つぞっていう気持ちがすごい伝わるスタジアムの雰囲気だったと思うし、あとは、ゴルラが試合前にロペスのちゃんとロングチャントずっとやってたんですよね。でたまに、まあ、やるじゃないですか、期待する選手とか西村とかね、西村そうそうそう、うん、やるじゃないですか、うん、そんな決めないと思うんですよね。だけどめっちゃ決めてさ、今回そうですね、そう、それでもう大盛り上がりになってましたね。それはそうこれでね、得点王ランキングも1位ですから、ね、そうだね、そうそうそう、並んだ、そうなんだよ、21得点いやいや取ったな、はい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 ですね、はい。あと現地で面白かったというかは福岡市長さんのメッセージがね流れてね、おお高島さん、はい、試合開始前なんですけど、まあ、ルヴァンの話を延々するんですよねとか言っちゃった、ここの試合で目の前の試合の発生まだ始まってませんし終わってもないですけど、うん、来週のルヴァンをそのパブリックビューイングしようとみんな頑張ったんだけど放映権でダメでしたっていう話と、ルヴァンに優勝したら福岡のど真ん中で祝勝会みんなでやりましょうねって話をしたんですね、うん、はい、勝ちました先の話をしたらあかんねんって、まあね、あるよね、あるあるだよね、まあまあ、ただ頑張ってもらって、まあ、はいはいはい、まあ、ただね福岡としては、まあ、それ、まあ、言っちゃ、まあ、ちょっとあれだかもしれないけど、まあ、言うてもやっぱルヴァンの、まあ、優先度高いとは思うので、タイトルかかってるからもね、試合に近すぎない、まあ、だからまあそこでやるべき施策であったしやるべきことであったんだと思うんだけど、まあ、それをもしかしたら我ら的にはまあ巡り合わせ、まあ、ルヴァンを敗退してしまったことは大きいけど、まあ、それと引き換えにこの1勝をまあなんとかやることにはなったのかなという気もしますね。まあね、はい、ホークスもシーズン終わってて、うん、あ、お手すきなんですね。そうそうそう、ホームゲームに、まあ、前年度チャンピオンですよ、うん、で今年もねチャンピオン争ってますけど、うん、っていう相手を迎えるんだったらそりゃ、ね、ああやってこう集客かけるのは、まあ、全然理にかなってるし、その上で来週ってことですもんね。そうですね、結構歓迎ムードが大きかったですね。なんかね、すごかったっぽいっすよね、はい、いろんなご来賓の方々っていうのはあれですけど、まあ、大体はい、ようこそっていう話を、はい、してましたし、まあ、マリノスなら埋めてくれると思ってたんでしょうね、うん、埋めましたけど、そう、こっち側は、はいはいはい、うん、まあまあまあそうね、一応2万人プロジェクトということで、まあ、そこまではいかないにしてもやっぱり人が入ってたし、まあ、でも来てましたよね、うんうん、1万4000ぐらい、そういう意味ではその、うん、マリノスとしての雰囲気だけじゃなくてサッカー場としての雰囲気もすごい良かったと思いますね、うん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 、まあ、塊ね、形はいいですからね、そう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 、ね、はい、ということで楽しかったし、その後とかその前後、はい、楽しませていただきました。ちなみにはい、パワー斉唱は、あ、はい、フル尺で NHK で流れてました。そう、ダゾンダメはさ監督インタビューが入って
あ、これは筋肉の時間見れないのではと思って、うん、ケビンの顔がふって終わった後遠くでパーって聞こえてCM 行ってで、あ、今裏でやってんだなと思ってCM 開けたらその後あのパーパーっていう最後の2回ぐらいしっかり聞こえるみたいな感じだったんで、はいはいはい、そこしっかり聞きたかったなと思って、はいはい、3回練習と3回本番があったんで、そうね、そうそうそう、思ったよりパワー言うてんなと思って今結構な尺あったけどCM と思いながら、森岡隆三さんがマジでコメントに困ってましたからだから NHK はフル尺でやってたって聞いて、やってました、やってました、そう、ちょっと残念です、はいはいはい、ダゾン組見れてないんで、あとなんか配布物とかもすごい凝ってましたね、ねえ、なんか ね、 あのね、あれ冊子すごい可愛かった、あれはあれ多分あの試合だけ言うなのかな、多分そうかな、うんうん、すごいちゃんと冊子だし、っっそのね、うん、あのね、多分皆さんご覧になったかもしれないですけど、福岡の選手一人一人ね、キャッチフレーズというか、飼い犬が懐いてくれないから、ね、あ、そう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 、とか、あと選手同士の相関図とか書いてある、ね、相関図めちゃめちゃいいと思った、あれマリノスでもやってほしいねって話を、はい、してました、勝手にやろうっていう話になった、あれですよね、うん、あの地下鉄の広告だったんですよね、あ、そうそうそう、一枚一枚がね、そうそう、それを合わせてこう名鑑的じゃない、あの選手のね、プロフィール帳みたいな感じで載せたってことですよね、うん、いや、なんかそれうまいなと思いました、うん、どうぞパンダさん、あ、マンオブザマッチもらったって聞いたんですけど、あ、そうそう、あ、そうなのよそれはさすがに流れてなくて、うん、後で聞いたからどんなどんな感じでもらったのかなと思って、なんかさらっともらってましたねなんかさ昔あったよ、確かにあのアウェイ行った時にマン・オブ・ザ・マッチでもらったことって何とかあるけど、経験上では久しぶりだよね、なかなかないよね、なんかそういうのも含めてっていうか、あの冊子とかのそのテイストとかもさ、うん、結構もう本当になんていうの、許されるって言い方よくないけど、昔だったらそのね、そのサッカーのことにやっぱ集中したなんかそういう制作物とかだし、うん、そのサポーターも嫌ってたりするじゃん、そういうのって昔そういうイベントとか、まあまあまあ、アイドルやってフットサルとか多分嫌でしょ昔すごいね、あの今だったら炎上してるっていう言い方でしたね、あれはね、そう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 、逆にね、そう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 、だからなんかそういうの見ても、その福岡もまあサポーター候補だったりすると思うけど、こういうまあやり方とかも受け入れられてたりするのかなと思ったりして、なんかみんなで楽しめるスタジアムみたいなのもなんか目指していく、その世の中の流れみたいなのもなんかすごく感じたりもしましたね、そういうのかな。なんか福岡はなんか案外柔軟なタイプだなとは、うん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 、ああ見えて意外と柔軟っていうのは昔から、うんうん、なるほどな、まあなんかそう J2 行ったり来たりしてるクラブだからっていうのもあるかもしれないけどね、そう、そこはちょっとね、これは結構面白いし、存在がでかいですよ、ああね、ね、はい、そんなところですか、そんなところでいいんですかはい、うん、もうなんか何も言ってられないんだよ、もうなんか、ね、残り試合も少ないし、ね、あの他のところするとね、あの、うん、ベルマーレが引き分けましたからね、優秀、神戸と、はい、そうですね、さすがサッカー大国神奈川ね、はい、そのおかげで、マリノスと神戸との勝ち点差は2になったなりましたということですので、まあ、単純計算で言うと神戸が1回負けたらマリノス全勝したら逆転と、 うちは全部勝つ、神戸は1個でも負けてもらうっていう、はい、そういう状況ですね、神戸引き分けだとちょっとね、勝ち、得失点差が、まあ、神戸だいぶ上だったりするので、はい、神戸は勝利しかない対決で、はい、ただ、試合数がうちより全然少ないと、うんうん、うちは試合数は多いけれども、うん、上位対決は直接対決がないっていう状態なのね、うん、確率論的なところはまあ置いといてというか、まあ、一戦一戦勝っていくっていう前提で話をすると、うんうんうん、2連敗して2連勝したら33節で決まりますからね、うん、やばい、2月戦で決まっちゃう、やった、ホーム決めたいって去年言ったはいいけどさ、まさか平日とは思ってなかったよ金曜夜とかね、そう、去年もね、うん、その可能性あったからね、まあ、あったはいはいはい、まあ、ただ、はい、対戦相手の、セレッソ大阪も、新潟も勝ってますからね、レオセアラで勝ってますからね、セレッソ大阪は、ね、はい、
あそこはダービーだったんだっけ。そうね、そうダービー、大阪ダービーでしたね。大阪ダービーでしたね。はい、のでね、まあ難しい相手にはなるとは思いますので、まあ、そこは、はい、気を緩めず残り3試合、はい、しっかり勝っていきたいですね。はい、という福岡戦でした。はい、では小ネタをちょっと2つだけ簡単に、1つ目が J リーグミニ四駆コラボ横浜 F マリノススペシャルエディション発売のお知らせ。はい、土曜日から売ってます。名車アバンテジュニアをルーツに持つエアロアバンテと、大型のコックピットが目を引く滑らかな近未来ボディと空気を切り裂くような鋭い形状のリアウィングが特徴のデュアルリッチジュニアの2車種が、コラボされているそうです。はい、数量限定の発売販売となりますので、この機会に、お買い求めくださいということで、オンラインショップは売り切れているのですが、即なくなったみたいですね。最初のショップにはまだありそうかな。昨日の段階ではまだありますってツイートしてたから、まあ、今ちょっとわかんないけど、あるかな、はい、ちょっと電話して聞いてみて。ぜひぜひ。はい、エアロアバンテが2420円、デュアルリッチジュニアが2750円ということだそうです。昔現役の時ミニ四駆いくらだったっけな。いや、これは高いでした。こんな払えんかったよ。この金額で小学生買えないもんね。うん、そうそう、1000円はしないよね。数百円だったじゃん。そうでもしないとみんなさ、あんなガリ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 ボディ削ったりできないよね。小学生ね。そうそう、こんな高いものね。だからそっちでね、タミヤさん儲かってたんじゃない。モーターとか、なんかの、ね、かオーナーリングするね、パーツとかあったよね。そう、これ最初からついてるね、でもね、だから全部載せなんじゃない。まあ、ちょっとまあ例わざだけどって思ったけどね、この発売見た時に。でもなんかじわじわずっとさ、こうなんか長く続いてるコンテンツではあるよね、ミニオンって。そう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 、ありし日のコロコロコミック感が強いですね。マジでコロコロコミック感ある。はい、という、J リーグミニオンコラボのマリノスバージョンの話と、もう一つ、藤本純吾スクールコーチ功労選手賞受賞のお知らせ。はい、この度横浜 F マリノスサッカースクールコーチの藤本純吾氏が功労選手賞を受賞することが決定いたしました。表彰は12月5日火曜日に開催する 2023J リーグアウォーズにて実施しますとのことです。そうです、はい、すごい功労選手賞受賞者が今年多いよね。多いね。中村俊輔さんとも一緒ですよね、確か。みたいですね。そう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 、うん、柏の谷くんもいたはず。おお、そうなんだ。とにかく多いっす。去年引退組が結構入ってて、まあプラスで、まあ、その直近、まあ、だからあれだよね、 J リーグアウォーズ自体がさ、ちょっとあの縮小開催だったじゃないですか、しばらく、っていうのもあって、ちょ一気に呼ばれた感はある。呼ばれてなかったわけじゃ、コール選手なかったわけではないけど、確か、なんか一気にバーってきたなって感じ。はい、功労選手賞受賞者がサッカースクールコーチやってるっていうのがまたいいですね。もうみんな引退した後が多いから、ね。はい、私はね、順号に関してはね、あの人命救助もしてるじゃないですか。そうそうそう。ね、ちょっと今年めちゃめちゃセカンドキャリアって言ったらあれですけど、なんかいい感じのスタート切ってるんじゃないですかね。なんかそういう年なのかな。社団の方がさ、確かツイートしてて、純子コーチがみたいな感じで書かれてて、そう、すごい、なんか純、あれ純子引退したのいつだっけ。一応去年ですかね。純子も去年でいいんだっけ。ね、SC 相模原引退が去年ですね。あ、じゃあやっぱり直近の人が多いね。あと牧野とか、うん、すごいメンバー今回すごいんだよね。まあ、一応名前挙げてあげると、あ、あの、はい、田中ハイマンとか、あと元山、コマン、そうっすね、コマちゃん、あとチョンテセとか、うん、この辺いるね、有名どころですね、水本とかね。いやー、知ってる人が多いな。いやー、そう、さすがに世代なんでね、この辺はね、はい、藤本純吾さんの紹介をもうちょっとしましょう。
はい、はい、神奈川県出身の、1984年3月24日生まれに39歳、うん、所属クラブは清水エスパルス、名古屋グランパス、横浜 F マリノス、ガンバ大阪、 J2 京都サンガ FC、J2 J3 で SC 相模原と、うん、はい、いっぱい渡り歩いている中で、ですね、通算合計550試合87得点出たな、すごくない？でもやっぱこの世代ってみんな出場試合数多いね。多い、うん、みんな500試合超え、まあ、そういう選手を選んでるっていうのもあると思うけど、うん、ほぼほぼみんなね500ぐらいは。いや、準備した時めちゃめちゃ嬉しかった覚えあるな、うん、なんかこうやって見ると、あ、これしかいなかったんだっけってなるけどね。実はね、2年しかいないですよね。そう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 、でも、うん、ジュンゴはほんとずっと欲しがってたんですよ、みんなが、うん、ジュンゴマリノス来てくれってずっと思ってたとこで来て、でもあれほんと 1シーズンだかな、しかいなかったんだけど、だからすごいなんか印象が強いんですよね、うん、まあね、復帰初戦っていうか、あの14年の開幕っすよね、決勝ゴール決めたのがジュンゴだったの、すごい印象的ですよね。ショウさんのロングシュートが決まった後の決勝点が15だったな、覚えてますね。そこでこう決めてズザーってこうスライディングしてっていうのは未だに覚えてますね。ジュンゴってヤマトなんだね、出身。そうなんですよ。そういえば。そうですね。それでもっとちゃんと言うと、マリノスのプライマリーに、はい、所属して、J ユースの1年目までかな。オッパマン、ね、確かそうですね。途中まで、はい。だったっけな、はい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 、っていう、はい、経歴を持っているので、はい、マリノスに帰還して来てくれたと、はい、東高出身ですね、うん、あ、はい、東高出身です、はい、という、はい、藤本純吾スクールコーチの功労賞受賞のお知らせでした。ジェリーワーズで、表彰されるそうです。横浜アリーナに来ます、はい、はい、最後に、フットルコからのお知らせです。はい、フットリコからのお知らせは、今週の金曜日フットリコお休みになります。なんと、はい、続きで申し訳ございませんがお休みさせてください、はい、次回は11月6日、アウェイのカヤ FC いろいろ戦直前の放送となりますので、はい、お間違えないよう、はい、ぜひ聞きに来てください。はい、みんな連休はどっか行って、はいはい、お休みしましょう、はい、本日のトピック以上になります。それではお願いいたします。ミックスゾーン、どれがいい、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マリノス関連、パートナー、スポンサー様関連のタレコミなどをお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ社の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お待ちしてます。ます、ユニオンコは600円だったそうです、ね、そうだよね、あ、やっぱり本当、私が小学生の時に多分一番バーンって多分流行ったんですよそう、出だしのね、だってみんなめっちゃ持ってたよ、台数、うん、で本当なんか何、あの駄菓子屋みたいなおもちゃやるじゃん、あの昔で言うね、最近ないけど、あの商店街の中にあるおもちゃ屋さんとかあんまないけど今、はいはい、ああいうとこで、そうそう、みんな買ってでやってたね。なんかあの頃のホビーって未だに残ってるものすごい結構多いなって思った、うん、ポケモンもちょうど世代だしね。そうっすね、そうっすね、たまごっち、あ、そう、たまごっちも今何気にね、まだ ね、 そうっすね、生き残ってるからね、ベイブレードとかもまだありますもんね。こっそりあのヨーヨーやってるやつがいるからな、いますね、うん、中村名人ね、はい、はい、ヨーヨーやってましたよ、ぐるんぐる回しましたね。ジュンゴといえば難しい、ちゃんと出た、いや、ジュンゴそっちのちゃんと思い出せないんだよね、いつもあれね、非公式ちゃんと、またちゃんと引っ張り出しましょうかそんな時間ないかいや、そう、はい、お待ちしてます。1700ゴールね、
あ、そうです、ロッテス。記念ゴールが続いたよね。うん、リーグとリーグ通算は上中川崎のゴールでしたね。そう。ね、何ゴールだかちょっと思い出しましたけど、結果。今回はクラブの通算ゴール。3の1700、ええ、かな。です。できた。全然聞いてないわ。難しいな。はい、コルリさんの音量多めでお送りしました。これ初披露の頃のやつですかね。濃いけど、うん、これ実際試合中に歌うことほとんどないんだよな。長いから。タイミングむずいよね。そう。歌ってる間に攻撃一回終わったりする。いや、そうそうそう。だからまあ試合前でハーフタイムとかそういうところでは歌えるんだけど、試合中になかなか歌えるちゃんとではなかったから、回数を多分そんなに歌ってないと思うんだよね。だからあんまりすぐパッて出てこないっていうのも。これ多分衝動ちゃんとより長いです。ひょっくんのは結構歌ったよ、ね、そう、ひょっくんのは多分試合中とか歌いやすいっていうのもあって、そうそうそう、結構乱発してた。そ、ね、うん、れが未だに印象ありますね。ジュンゴはね、あと裏ちゃんとをずっと歌ってたおかげでちょっと、せいちゃんとの本あ全然覚えてなくて本当に、うん、あ、そうなんだ。あのジュンゴのお父様、うん、JSL 時代、まあ、サッカーリーグ時代ですよね、の選手とコーチしてて、うん、選手っていうのは見た、数年前までマッチコミッショナリーもしていた。へえ、なるほどね。あ、そう、ポートマーケットのマリンちゃんめちゃめちゃ良かったね。確かに、はいはいはい、めちゃめちゃもうツイート探しまくりましたけど。はい、お呼びします。ありがとうございます。じゃあ、どうだ、どうかな。ちょっとシステムが最近ねちょっと違ってたりするからね、ちょっともう一回上げてもらいましょうか。ちょっと待ってね、もう一回上がったので、もう一回上げてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。入った。これが一応そうですね、オン、なんていうんですか。オンにした、引っ張った。あー、できかないかな、通信。あー、ありがとうございます。はい、来た来た来た。はい、ありがとうございます。こんばんは。どうですか、聞こえておりますか。はい、聞いてます。はい、こんばんは。はい、あのちょっとマリノス絡みから少し外れてしまうかもしれないんですが、はい、宣伝で上がってきました。あ、ご紹介お願いします。あ、そうです、エイトさん。はい、ゴールキーパーメインの目線で、はい、捕まえたぞ。えっと、はい、鬼トリコパンダさんの反応が早くて焦ってました。エイトマンと申します。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとマリノスからずれるんですが、はい、某 J1 クラブ、マリノスも含めな、うん、スカウトを担当されている方とちょっと今度あのいろいろ質問をさせていただく機会がありまして。面白いじゃないですか。で、まあ、ちょっとマリノスに限った質問はできないんですけれども、うんうん、あのどういうところ気にしてるのとか、あのこういうの気になるんだよなみたいな漠然とした質問がある方はちょっと僕が代理で質問するので、ぜひぜひ質問あの僕の方にいただけると、あの後日回答しますっていう形でできればなと思うので、うん、場合によってはふっとりこないに5分10分コーナー設けさせていただきます。あの言ってしまうとマリノスではない17分の1のどこかというだけ答えられるので、はいはいはい、なんですが、まあ、そういった形でできればと思うので、あのツイッターなり
まあ、何かしらの手段で連絡いただければなというふうに思います。 ありがとうございます。そのスカウトの方は どういう系のスカウトなんですかね。海外新人、はい、もともと海外でスカウトをされていた方で、今年の確か夏頃から某 J1 クラブのスカウトに就職された方というところで、まあ、僕のツイッターだったり何らかを見てたりした方はもうピンと来られるかもしれないんですけれども、一旦口で言えるのはこういった形でお願いできればと思います。なるほどです、ね、はい、わかりました。じゃあどしどしご質問ある方はエイトマンさんへ、はい、寄せてみてください。お願いします。はい、ご報告お待ちしております。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。キーパー会もぜひお待ちしてます。それね。よろしくお願いします。キーパー会濃いな。だいたいなんか試合5分10分見て相手の特徴をつかむみたいな人多いらしいですけどね、スカウトの人たち。どんなとこ見てるんでしょうねみたいな、そういう質問ですよね。本当に、うん、なるほど。サードや、はい、ちょっとオーバーはしてますかね。はい、いかがでしょうか。そうね、ポートマーケット大盛況だったんでしょうかね。なんかどんどん設備がプラスされていくんだよ。設備がプラスされるってすごくない？すごいよね。なんかやばいことになってんなこれ。すごいんだよ。画面増えるしさ。ものが設備が増えるってさ。毎試合500円くれるしさ。500円くれる。大丈夫そうって逆に。そんなポートマーケットも巡ると言われているあのウォーキングツアーね。あ、そうね、それも、はい、また、ね、またね、追ってあのご紹介できたらと思いますけど、うん、すごいですね、その辺のね、コミットがね。え、今何人いる部屋122？ そんなもの、ありがとうございます。ありがとうございます。前回もね、確かね、前回も確かね、月曜日だけど結構言ってくださって、ね、そうなんです。いや、ありがとうございます。今週も頑張りましょうね。今週も頑張りましょう、ね、ちょっと降ってるから頑張りましょうね。はい、そんなところでしょうか。頑張ります。いや、今さ、J リーグウォーキングの結果見ようと思ったらログアウトしてて悲しみっていう。だら、あれ結局新潟にはね、勝てなかったんですよね。いや、そう、すごい、また最高記録ぐらい行ったよね、あれね。行きました、行きました。そう、マリノス史上最高記録ぐらいいったから、ぜひ次のラウンドで、今のうちに、ね、登録しておいてもらえれば、また次、もう今年もう1回ぐらいあるかな。ですかね。これの前半だったっけね。なんで、ぜひ今のうちにご登録してお待ちいただけると、はい、次こそはいくらクラブに今年入るかが決まるんで、そこそこいいお金が入ると言われております。はい、いくらかは分からないですけど、明かされてないですけど、それよ。まあまあ入ります。はい、ぜひね、歩きましょうね、はい、健康のためにも。はい、そのくらいにしておきますか。はい、では6位か。クラブランキング6位ですよね、マリノスはね。おお、そう。はい、よし、よしか。勝が3つか。はいはいはい、そんな感じです。はい、はい、本日、ふっとりこ226回目でした。遅くまでお聞きいただきありがとうございました。はい、感想を取り込みのハッシュタグ、ふっとりこでお待ちしております。どうなのかと言います。はい、はい、ですね、ちょっと待ってくださいね。変な流れちゃいましたね、今ね。ね、アンケート結構見たくて来たんですけど、そうですね、225回目で一番面白かったと言われているのは札幌戦の振り返り 64% でした。はい、このようにこのようにポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますので、はい、よろしければお聞きください。
はい、それでは皆さんさよなら、おやすみなさい、また来週、また来週。